3. 日本マクドナルド創業者藤田電子に学んだ成功哲学。ダ大の商法ダイジェスト。企業精神の芽生え。そもそも私が商売や企業というものに興味を持ち始めたのはいつ頃でしょう。遡ってみますと、古くは中学生の時、日本マクドナルドの元社長藤田電子の著書、頭の悪いやつは損をする。に 遭遇したののが最初のきっかけだと思います当時まだ中学生ですから本に書かれていることなど理解できるはずもないのですが下請け自営業鉄工業を営む父親の仕事がオイルショックの影響を受けて傾きすでに新聞配達のアルバイトをやっていましたのでお金を稼ぐのは大変なことだという実感はありました当時長官のみ1ヶ月無給で働いたバイト代が7,000円 そんな少年の目にお金儲けのノウハウが書かれた本はなんだか本能的に新鮮に映ったようです。私がその本を購入した1、2週間後に確かベストセラーになっていました。